上田市では誰もがいつまでもスポーツに親しむことができる街づくりをキャッチフレーズに、市民一人一人が目的に応じて生涯にわたりいつまでもスポーツに親しめる街づくりに取り組んでいます。このコーナーでは上田市行政チャンネルのマスコットキャラクターぎょうちゃんが市内のスポーツクラブを訪れ、活動の様子や競技の魅力についてインタビューを行います。今回ぎょうちゃんは菅平高原でスキー競技に取り組む上田スキークラブにお邪魔してきました。上田スキークラブ、現会長の武井浩樹です。よろしくお願いします。はい、上田スキークラブはですね、スキーの上田市の市民のスキーの愛好者、同好者の集まりのクラブです。で、歴史が古くてですね、昭和3年に、設立して、当初は上田山岳会ということで設立したんですけど、現在は上田スキークラブとして、来年90周年を迎えるクラブです。とても古いクラブです。はい、ですね、活動は主に冬が当然スキーなんで、主に冬なんですけど、事業計画としては、スキー教室、小学校のスキー教室を担当して、講師として派遣したりですね、あと上田市のスポーツ少年団のコーチを派遣したり、あとは、スキーのスキーフェスティバルみたいな企画をして、子どもさんたちを、上田市の子どもさんを集めて、講習をしたり、あとはクラブ員のために、冬のシーズン5回ぐらいですね、講習会をしたり、そんなような活動をしております。はい、スキーはですね、小さい方からもうお年寄りまで、スキーは障害スポーツと言われているスポーツなので、非常に、大自然の中で、自然と相手をするスポーツなので、常に同じシチュエーションではないという、天気がいい日悪い日雨の日、いろいろありますけど、やっぱり常に同じ雪質で滑れないっていう、そういうちょっと他にはないスポーツの魅力があります。それとやっぱりその年齢層が中高年の方もですね、無理さえしなければ本当に長くスキーができますんで、そういった意味では非常にいいスポーツではないかなというふうに思います。はい、上田スキークラブは競技団体ではないので、愛好者の集まりということで、大きな目標っていうのはそんなにないですけど、ただやっぱりスキーを皆さん愛している方が非常に多いんで、その中には、資格を取りたい方、資格制度というのがありまして、巡視指導員、指導員というような資格があるんですけど、それを目指している方々が非常に、半分以上は資格を持っている方々が多いです。あとはやはり底辺を拡大、スキーの普及のことをいろいろやっぱ考えてますんで、やっぱり子どもたち、スキーをやる子どもたちを増やしていきたいとか、あと当然クラブ員も増やしていきたいんですけど、今の若い方々はスキーを少しやらない時代がありましたんで、その辺をやはり増やしていきたいなと思ってます。はい、クラブ員は常に募集かけてますんで、ただちょっとこう敷居が高いっていうイメージがあるんですけど、決してそんなことはなくてですね、やっぱりスキーを愛好家誰でもいいんで、ちょっとこう入っていただくと、クラブの楽しさも分かっていただけるんじゃないかなと思いますんで、ちょっとそういう興味のある方はぜひお問い合わせいただければと思いますんで、はい、今現在120名ぐらいクラブいますけど、やはりもうちょっとやっぱり増やしていきたいな、特に若い人たち、やはり中高年の
平均年齢、クラブの平均年齢がもうどん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 上がってきますので、若い人たちにぜひ興味のある方は入っていただきたいなというふうに思います、はい、各種スポーツ団体についてはそれぞれのスポーツ団体もしくは上田市体育協会までお問い合わせください。日々の生活にスポーツを取り入れていくことは自らの体を鍛え健康で豊かな生活を送ることができるようになることに加え共にプレーをする仲間との豊かな人間関係づくりにもつながっていきます。あなたも自分に合ったスポーツを見つけ仲間と共に気持ちのいい汗を流してみませんか。